はい。はい。はい、わかりました。はい、ご苦労様です。はい、失礼します。はい、去年帰国した時に隔離生活を送ったんですけど、その時にやった、自分ルールチャレンジをですね、今回の隔離生活でもやってみたいと思います。で、ルールはですね、腹筋を、足上げ腹筋をやりながら、50音順に料理名を言っていくという、まあ基本的に料理名なんで、食べ物だけの、まあ、材料名はなしです。でもその材料から、料理名に変換できない場合はありです。例えば、
ゲームの解説は2000年のシドニーオリンピックに。